さて、お前たちはこれからどうするつもりなんだ。東へ？何があるというんだ。俺の持つ竜の目を通じて奴の気配を感じる。まさか貴様！今さら止めるつもりではなかろうな。俺は約束通りフレースベルグとの対話のためこれまで力を貸してきた。氷の巫女よ、お前の試みが失敗した今、コートを救う方法はただ一つ。人が犯した罪の深さを聞いてなお、それでも粒子戦争を続けるつもりか。いいや、ここでケリをつけてやるさ。俺の。待ってくれ、賞賛はあってのことなのか。今も感じたフレースベルグのとてつもない力、ニーズヘッグもその七大天竜の一翼なんだぞ。イシュガルドの守りを固め、全戦力を投じて迎撃してさえ勝てるかどうか、それを敵地に乗り込んで倒すなどと。手はあるさ、こちらには竜の目があるからな。この時代に出会った二人の青の竜騎士が力を合わせれば、とはいえ奴の居所をつかまなければ話にならん。なんという狂乱の歴史なのだ。結局血で血を洗うことでしか解決できないのか。歴史とはそういうものだ。そしてそれは人も同じ。俺、何もできなかった。放っておけ。今のそいつに何を話しても無駄だ。
違いない。あれが竜のさ。ティオマンを葬られ警戒したか。巣を覆うように暴風を巡らせていやがる。かつて我々は乱心ガルーダの封壁を突破し、奴の居城に攻め入ったことがある。シドに助力を仰ごう。あの時と同じようにね。